はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。今日はバイクのメンテナンス、ずっとやってます。動画を分けて出してますけどね、冷却液の交換。で、あと、プラグの交換。ね。最後、エンジンオイルの交換をね、ちょっとやろうと思います。エンジンオイルは、アマゾンで安く売ってるね、AZ の、ちょっといいやつなんかな。A4 サイクル MEG-024 っていうやつと、あと今回エレメントも交換します。これはキタコのエレメントですね、交換します。で、とりあえずカウルとかね、もう今全部作業してる中で、外れてる状態なんでね、まあそれもあってまだ前交換してね1500くらいしか走ってないんですけども、ついでに交換しとこうかということで作業をしたいと思います。はい、じゃあね、とりあえず車体の左側の下ですね、もうカウルも外してるんで、まあ、オイル交換だけだったらカウル外さなくてもできるんですけど、これね見えますかね、ドレンボルトちょっと変えてます。あ、これしまった、間違えた、ちょっと、こうサイズは違えたんでちょっと変えていきますけど、これね、抜いていきます今から。はい、じゃあドレンボルト抜いていきます。よっ、ちょっと片手じゃしんどいかな、ちょっと緩めるだけやります。はい、とりあえずボルトね、緩めるだけ緩めたんで、あ、しまったな、グローブはめとくんだった。とりあえずボルトを抜いたら、そこまで汚れてるかな、1500ちょいかな、前交換して、よいしょ、まあまあまあでもそこそこ汚れてる感じでしょうかね。はい、とりあえずある程度これで抜いていきます。今日はね、エレメントも交換するんで、それもやっていきます。はい、もうだいぶね、出てくるのが少なくなったんで、でとりあえずね、よいしょ、ボルトのこれ何だったっけ、この間に入ってるね、こいつ交換しておきます。これを新しいやつにね交換して、まあ毎回交換しなくても漏れることはないと思うんですけどね、まあとりあえず交換して、で今回フィルターも交換するんで、とりあえず、簡単に、ちょっと軽く締めてオイルポタポタ持っちゃうんでね。で、とりあえず、オイルフィルターのね、ところを、ちょっと、開けていこうと思います。まあ、軽くね、締めたら、オイルポタポタ漏れるのは止まると思うんで。よいしょ、ちょっと拭いといて、ね。っていう感じで、やっていきます。で、これが反対側になりますよね。フィルターが、よいしょ、これここに入ってるんで、こいつ抜きます、このボルトね。よいしょ、これは立てたまま映るかな、これで映ってるかな。でここを外したらね、ここら辺からドボドボってオイル漏れてくるんで、その下くらいに、ちゃんと持ってきてあげといてください。でよいしょ、あれ、あったあったあった、このくらいかな、はい、で外していきます。よいしょよいしょよいしょね、これもちょっと緩めたらね、確かオイルがねそこそこ出てきた記憶があるんですよね。出てこないな、結構抜けちゃったんかな、下から結構抜けちゃったかもわかんないですね。よいしょよいしょ、あ、全然出てこないですね。まあ出てこないのはいいんですけど、
で、カポット外し、ああ出てきた出てきた出てきた。結構こうなんていうか固まってたっていうかね。でここにあのこのキャップの方にもゴムがついてるんで、これも確かね交換するやつが入ってたと思うんで、入ってなかったかな、これセットになってたと思うんですけど、はい。でエレメントね、これ古いやつねです。ちょっと一回これはちょっとここ入れとこうもうね、はい。でとりあえずここら辺はもうちょっとこうやって入れてオイル抜いてあげときといた方がいいですね。よいしょ、綺麗にしときましょう。よいしょ、こんな感じでね、よいしょね。ちょっと後でまあ本当に綺麗にやるのはやるとして、よいしょ。で新しいフィルターを入れてあげます。これはセットになってないやつだったかな、まあ、このさっき言ってたあのゴムの輪っかはね毎回変えなくてもいいと思うんですよ、ね、これ新しいやつ、ね、でこの穴が開いてる方ね、それをここのあの中の棒みたいなやつのところにこうスポッとこう、ね、入れる感じです。カポッと。まあ、あのはまるわけでも何でもなく、あれここにもね、そうこの中にもゴムがついてるんですよ。なんかねこれねセットになってるやつがあったと思う、フィルターとゴム部品もね。だたまに変えてあげるようにしてあげた、こんな感じでちょっと突っ込んであげて、でまあこれもちょっと拭いといてあげましょうね。よっ。でゴム変えるんだったらね、あのゴムのところだけこう古いオイルちょっと塗ってあげたりしてね、なじましといてあげたらいいと思います。よいしょ、とりあえず、まあ、ちょっとでも綺麗にしときましょう。はい、まあ結構いい加減なんであれなんですけど、まあ、こんな感じでいいでしょう、もうね。で蓋します。まあしっかりねこう真ん中に来てることだけ確認して、でボルトはめてあげます。あー寒いですね、なんか一気に寒くなったんでね、ちょっと答えますけど、はい。でちょっと締めていきます。よいしょ、よしよしよし、まあこのくらいの作業はね簡単なんで自分でやってみてもいいと思うんですけどね。よっ。ネジだけはねまあ締めすぎないようにだけ気をつけてください、どこも。はい、でまあ綺麗にね拭いといてあげてください。よいしょ、ね、はい。で、で、よいしょ、このキャップもね、なかなか硬く、よいしょ、開きましたね。はい。じゃあ、とりあえず、もう一回、ドレンボルト、ちょっと抜いてみてね、なんていうか、もうちょっとこう、下ね、出ないか、やってみて。オイル入れていこうと思います。ではでは、はい、まだちょろ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 ちょっと出てますね。はい、まあこれがまあどこまでこれも抜くかですけど、もういいかな、もうちょっと待ってみようかな。はい、まあ向こうのねフィルターの方はさっきやったとこはもうしっかり締めたんで、あとねこれが終わったらドレンボルトしっかり締めて、オイルあと入れていくだけです。はい、とりあえず今、交換したあの廃油の方ですね、
俳優の方なんですけど、あのこれあの僕俳優まあ入れてるやつなんですけど、これに入れてある程度溜まったらね、僕の場合はあの近くのガソリンスタンドに、廃棄 しに廃棄してもらいに行ってます。あの前まではねタダだったんですけどね、なんかこの前行ったら100円取られましたね。なんか量は関係ないんですけど1回100円ですって言われてね、取られました。なのであの場所にもねよると思うんですけど、自治体のね処分方法をしっかりねあの確認してみてください。普通に廃油ボックスにね、入れて燃えるゴミでほかせるところもあれば、ちょっとそれ無理なところも多分あると思うんで、そこはねしっかり確認をしてみてください。処理だけね、この後の処理だけしっかりやっときましょう。よいしょ。おー、しまった。やっぱり片手じゃ無理や、ちょっと漏れちゃった。ちょっと片付けます。はい、どうも。ちょっとアクシデントがねありましたけど、じゃあ最後ねもうエンジンオイル入れて終わりです。もうこれはもう別にお見せする必要ないんですけど、さっきのね、ご紹介した、この AZ っていうところの MEG-024 っていうやつね、をこいつに入れてね、入れていきます。で僕の乗ってる GSX ね、 S-125 ってやつはオイルフィルター交換したときは 1.4 ね、オイルフィルター交換しないときはね、ここに書いてるように 1.3 ねということになります。じゃあとりあえずこんな感じです。あとフィルター変えなければアンダーカウルとかもうカウル一切外さないでね、できますんで、エンジンオイルだけであればね、このフィルター交換の時はもうダダ漏れで燃えれるからアンダーカウルねちょっと外さないといけませんということで、まあこんな感じでしたね。またバイクネタもいろいろやっていこうと思うんでよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。